あっという間でした。デリシャスデリシャス。一ライン俺で並んでんじゃないですか。絶対一ラインで並んでねえから。絶対ミニオンズっすよ。いや間違い、いや違いますよ、あれ絶対、いやあれアイアンメイデン、あれアイアンメイデンでしょ。止まれない、止まれない、アイアンメイデン間違いないでしょ。3枚お買い上げしていただきました。え、どれどれですか。このこれですよね。あ、この間違いないです。夢とナウシカと、いや、いいですよね、LP って。いや、そうなんですよ。なんか結構朝からやっぱり同じぐらいの年代の方ってみんな LP 見られるんですよ。そう、CD みたいにあんなね、冷たい音じゃないんです。特にね、ピアノの鍵盤の高いところとかね。それだけのうちを防音しないと、いくらいいアンプ使っても出ないです。音響ちゃんと整えるんだよ、環境をね。いや、いいんですよ。そのシートなんかも結構ある。あ、そのシート、そのシートわからないでしょ。そのシートってペラペラのやつなんですよ。これ透けてみるよ。そう、透けてみる、ペラペラのレコードみたいな、そのシートっていうんですよ。これぶっ込みのタグは大丈夫ですかね。ぶっ込みのタグは大丈夫ですか。まだダメそうですね。 OK です。いや、こういうとこですよ。いや、売れた。こういうとこですよ、うん、そのシートを学べたじゃないですか。いや、そうですね。そのシート、でもなんかピンとこない感じですよね。なんていうか、本当にペラペラなべっこう飴みたいな感じのやつ、レコードなんです。何に使うんですか。普通に聞くんです、レコードと同じように。あ、音源が入ってるんですか。あ、そう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 、もう本当にだから、溝もちゃんと入ってて聞くやつなんですけど、ペラペラなやつ。ペラペラなんですか。そのシートとか、あとこれ LP って言うんですけど、ロングプレイって言って、普通は EP って、はい、あと SP っていうのがありますね、はい、スタンダードプレイっていうのと、はい、あの SP とかだとすごい硬いんですよ。だからすぐ保存が大変だったりする。音もちょっと固めだって。で、LP とかってちょっと多少曲げても大丈夫っていうので、これが流行ったんですね。ちょっとだって、うちらもびっくりしてましたもん。うん、あ、売れたってなって。そうそうそう。僕はもう間違いないものしか持ってきてないですから。今日持ってきたものの中で、だっておっちゃん、とりあえず今1抜けよね。そうですよ、そうですよ。タピオカ飲んでる場合やなかった。どこで買うてきた。あ、そっか、そこにもあんのか。佐藤くん、お買い上げですこれ。当たり前でしょ、佐藤くん。なんで秒で売れますよ。でもね、本当にスッとこれっつってスッとどこ行ったんですよ。やっぱ佐藤くん、どんな方だった。は、優しそうなおじいちゃんでしたね。後ろから来たお母さんが、じゃあこっちも買っとこうっつって、はい、いや、まあ1個だけだ、そりゃね。そう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 、セットで購入されてきました。もう佐藤くんですよ。びっくりだわ。本当に早すぎたんですよ。びっくりした。今もやってんの。ボクシング、こうやってるんですか、いつもこうやって。はい、大丈夫です。あ、ボクシングですね。やってないです、やってないです。やってないです。かじってる程度ですね。はい、お前何してきた。すいません、クローズ失敗っす。申し訳ないっす。やばい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 。いけるやつ、いけるやつ。大丈夫、大丈夫。バレない、バレない、バレない。めっちゃ首座ってないよ、これ。大丈夫、座った。座った、座った、座った、座った。そろそろ行くか。ちょっと待って、刀一本どっか行った。おつろ、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 危ない、危ない。バレる、バレる。春男が持ってきたこのエヴァンゲリオンの非売品のやつ、なんと格安1000円なんですけど、ご購入いただきました。いやー、ありがとうございます。いやー、これは早かったっす、やっぱすぐ売れますもん。これ全くわかんないですからね。全然わかんないです。でもエヴァンゲリオン詳しいっておっしゃってたんで、いや、かなりお買い得だと思います。こんなセットで1000円だとはすごい安いと思います、ね。え、ここに価値を感じたんですか、それともこの箱の…もう中身、中身です、中身でした。わかりました。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ちなみにルフィはダメですかね。ルフィは足が取れちゃうのはちょっと。またご購入いただきました。未開封のサイヤ人、サイヤ人、ね、これ買っていただきました。はい、なんと1000円なんですけど、500円に落として 50% オフでなんと落札が起きましたので。はい、ありがとうございます。はい、あとはこれ、これなんすか、これエースのやつじゃないですか。そうそうそう、それトラファルガローのなんだっけ、カレー皿、ね、カレーの皿、カレーの皿、カレー好きなんですか。あ、好きです。これでもうカレーを食べるんですか。いや、タカナピラフォカレーよりもタカナピラフォの方が好き。エビフライフじゃないんですか。あ、エビはちょっと、やっぱタカナ、タカナ確かに言わないです。え、待って、これ買ったら500円。まあ、そうだ、もちろん買ってやろう。ぶっ込みのタクト、ジョジョって。ジョジョやった。男のバイブルお買い上げ。いや、いいっすよね。これか、
成り上がり。矢沢永吉成り上がりセットこれ作るんですよ。はい、買っちゃったら。いや、持ってきていただいてありがとうございます。さっき検討されたの。そうですね、そうです。さっきね、検討見てる。でもやっぱり、ま、残ってたら買おうかなと思って。やっぱフーンと一緒にね、ダンスっちまうしかないんでね。カードラックとダンスっちまった発汗セット売れましたよね。やっぱお酒って大事だな。いや、お酒大事です、大事です。これ、お酒入ってなかったら、お酒入ってないと買わないもんね。お家帰って、お風呂入って、お酒抜けたら、なんだこれってなったら。メルカリで失敗してね。ありがとうございます。え、これでハロー完売。マジか。え、俺もだってサイヤ人もあ、ある入れた。あ、その、お風呂未開封サイヤ人入れた。やった。いや、あと30分よ。本当にね。いや全然売れてないよこれ。いやいやいや、これねちょっとまずいよ。これそもそも値段わからんし、こいつこいつずーっと流し飯とるし、本当に遠い飯だな、本当に。そうそうね、あのディスカウントしましょう価格を。安くないとやっぱ買わんよねこれ。これでしょ。いくらよ。はい、来たすべて100円30分間の大セールですよこれ。これもうすべて100円でいきますよ。ほんと100円だって。安いです、安いです。もう全部100円でいいですよ。全部100円でいっちゃいますか。めっちゃ安いね。なんでも、もうなんか言ってくれればもう2個セットで100円とかでもいいですよ。もう100円でさ買って向こうで200円だよね。ダメな人いる。これ転売って言うんだよね。ちょっと他のお店見ていきますよ。ありがとうございます。あれなんか結構小物とか置かれてるんですね。あ、そうです、これハンドメイド。え、ハンドメイドなんですか。そうなんです、70分ぐらいあったんですけど。へえ。何日ぐらい作ってられ作れるの。2、3日ぐらいで。2、3日ぐらいで70個作れるもんなんですか、はい、へえ、すごい。そうなんですね。もうあと30分ぐらいしかないんで、ちょっとお互い頑張りましょう。ありがとうございます。お願いします。いらっしゃいませ。服多いですね。あ、50円でいいですよ。え、50円で売れるんですか、はい、やばくないですか、はい、ちょっとあったかいやつ。あったかいやつ、なんかあったかそうなやつあります。こっちですね。こっちです。あったかいやつ、こっちこっち、ほら。あー、あったかそうですね。ここもあったかい。これレディースっすよね、全部レディースです。レディースちょっとピチピチになっちゃうんで。もっとあったかいのはこっちにあってですね。はいはいはい、はい、あのこれすごいっすね。これどこで手に入れたやつなんですか、これ。スキー場で着る。はい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 。これでも結構スキー場で着てる人も結構ちょっと前の方っすよね、多分。しかし新品なんですね。あ、じゃあジャストサイズですよ、多分。気になるものありませんか。溶かすか。糸くずフィルター置いてるんすね。糸くずフィルター置いてるんすね。カバン今ならですね。今なら全品100円です。あ、やってるんすね、ここも全品100円。未使用品です。え、そうなんですか、はい、これは未使用品です。これです。うん、これすごい綺麗ですもんね、なんか。もう100円でいいです。服そうですか。ぜひ。100円でいいです。これ100円でいいんすか。100円でいいです。古着屋行くより安いっすよ、うん、あれはるちゃん、あれ売れたの。ただき売り効果よ、もうこれ。あ、全部100円が効いて。マジで全部100円でも。すっげえ売れていく。いや、一気にだって机の上めっちゃ寂しい感じになってるよ。めっちゃ寂しくなった、ほんとに。もうやばくない。エースには悪いけども。いや、そう、勝手にね、勝手に売りまくってね、ほんとに。勝手に100円売っちゃって、ほんとに。え、すごい。え、もう結構少なくなってるよ。そう。100円でいいですか。ブラックさん、どうします。これは100円です。100円で、これも100円です。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。100円。ありがとうございます。ありがとうね。はい、ありがとう。はい、ありがとうございます。危ない。やばないっすか、これ。やばいっす、やばいっす。売れたんすよ、めっちゃ。めっちゃ売れたんすよ。待って、ワンピースね。ないんすよ。涙。そうそうそう、なぜなら、これすべて100円に変えたからなんですよ。どうぞいらっしゃいませ。全部100円で。100円です、100円です。全部100円で。全部買っても1000円くらいじゃないですか。爆買いですよ、爆買い。はい、全部
あら、全部いく、マジで、イエーイ、イエーイ、これ、タイの子持っていくから、あ、本当、これ、ジャパンオーニーなんでね、タイの持っていく、タイに持っていくんすか、あ、やばい、サディカップ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 、なんか、何個っていうのだけ教えてもらえれば、全部もう100円なんで。มันมีวิธีอยู่ล่ะมึงไม่ต้องเลือกใครทุกเลยโชว์เต็มตัวกัดเต็มซื้อไปเลยนี่มันใส่ฐานนะด้วยนี่これガンダムガンダムこれ全部全部入れてくれ3 5 6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 いいよいいよ。いいの。いいよ。200円。200円。あ、僕これキッズがね、これ欲しいって。これ欲しい。ライガー欲しい。ライガー欲しいって。しまって。これ欲しい。これ。これ100円だったら買う？100円でいいよ、じゃあこれも。これもじゃあ100円。はるちゃん。はるちゃん、はるちゃん。4400円、はい、ライガー100円で、100円でいいの、100円でいいよ、もうおい100円やって、これ100円、やったぜ、これ100円、これ100円、100円、100円、おっしゃ、かぶってかぶってかぶれる、おいおい、来た来た来た、いや世界の重心ですよ、重心。どうするどうする、これ500円だったら買う、これ500円、買う買う、オッケー、お姉ちゃん袋入れて500円、やばい、袋の数が500円や、500円、500円やで、いい買い物したで、イエーイ、イエーイ、イエーイ、300円、売れた売れた、めっちゃ売れる、200円、どれ、これこれは300円ですよ、じゃんけん、じゃんけん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 、勝ったは300円、負けた200円、じゃんけんじゃんけん、ちょっと貸してもらって、自分のもんや、大丈夫、ちょちょちょ、じゃんけん詳しいな、じゃんけん詳しいな、私勝ったは200円、いくよいくよ、おっしゃ、男の勝負や、負けたら負けた、オッケー、私は勝ったは200円、負けた300円、負けたら500円、負けた500円、それかも普通に300円、どっちか日本わからない、あら来た、これ負けた、これ300円、負けたら本当、今日負けたら500円、本当値段300円でしょ、いや違う、これ300円だっけ、そう300円、500円で500円、だからさっき300円で言ったんだ、300円でいいから、勝った300円、勝った200円、負けた300円、よっしゃ、100円しか変わらん、よし行くぞ、ちょっと待って、ギター弾くと勝つんすよ、あ、来た来た来た、どうした、最初はちょっと待って、はい、負けた、これ300円、勝った200円、あ、そうです、俺、勝ったら、もう早よ、正解、はよ、最初はグー、じゃんけんぽん、はい、200円、よし、負けたもうた、6円で負けた、300円でいいっす、200円、200円や、ポリッポリッポリッ、もう全部ゴミゴミゴミ、これ全部で500円っす、500円、ラストこれですよ。これですよ。もういい。もともと1000円。あ、もう本当全元。全部で500円。全部で300円。じゃんけん。じゃんけん。負けになったら。おい、どこから来たの？これ。来た。増えた。どこから来たの？はい、行くよ。4位。まだ。行くよ。
行くよ。最初はグー。でもまだもういくらでもいい。おいっぱいいっぱい持って。あら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 。これ値段どうすんの。やる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 。すごいことだ。いややばい。だって来た時よりもテーブルの上にぎわってるもん。バックバックいらない。バック逃げろ逃げろ。バック全部いくら。全部いくら。500円。全部でいく。全部いいな。いいな。全部終わりこら。全部でこれいくらかな。早く早く。1500円じゃないですか。宣言。全部宣言。全部で1000円。勝った宣言。勝った宣言。負けた500円。得しかしとらんよ。じゃあ OK ね。バックチェンジね。あ、もうあげます。いや、いった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 。10個以上。全部で1000円。勝ったら勝ったら1000円。負けたわ1500円。おー、いやー、増えた増えた増えた。だってこんな増えてます。1000円ぐらいでしょ。1000円。じゃあもうじゃんけんなしで、じゃあ全部で1000円持つ。全部で1000円。どうやどうや。じゃんけん見たいだけやろお前。おい、じゃんけん見たいだけやろ。宣言責任見ないな。あんた負けないな。悔しいでしょ。最初はグー、じゃんけんぽい、あいこです。はい、私殺し、もう一回なんだや、ぽい、じゃあもう1000円。いや、1000円。1000円。これあげる。はい、こっちもあげる。あげる、すごいことになってるじゃないですか。これやばいでしょ。これ銀座で見る光景だもん、この紙袋の数。使われちゃった。使われちゃった。いっぱい買ったもんね、お母さん。あれすごい。まずどうする？これすごいでしょ。いい買い物。すごい爆買いですよこれ。ありがとうございました。またね。バイバイ。あ、すごい。すげえな。もうもうけそんなに近づいてるのが8万円分ぐらいじゃん。ありがとうございます。ありがとうございます。はーい。ここに帰ります。はーい。行きます。いやー、何がどうなってこうなったんですか。売れたわ。いやー、やりましたね。何がどうなったらこうなるんですか。振り切った。ここに置けば売れたもん。もうやっぱ向こうの人が笑顔になってくれる。今日俺何を持ってきたかって言ったら、笑顔を運ぶために来たと思うんです。なるほど。いやでも本当それだけ幸せでした。本当ありがとうございます。そういうキャラだっけ。その口が言っとんすよ。でも大盛況ですね。いやすごい。いや大盛況、完売です。はい、皆さんお疲れ様です。お疲れ様です。はい、撤収完了。いやもう撤収っす。いや最後のお祭りすごかったっすね。入れなかったっす。あの環境入れないっす。いやマジ入れなかったっす。え、俺も入れなかった。そう、戻ってきた時もう始まってないでしょ。何と思った。何がどうなった。やれ。あ、そっか、最初いないもんね。最後温度取ってたじゃん。助けようと思ったんですよ、みんなを。そしたら俺一人になって。え、フリーマーケットでやったことあります。ないっす。初っすね。初ですけど、まあ結構楽しかった。でも良かったんじゃないですか、こんだけ出たら。フリマ簡単したよ。すぐ売れました。フリマでね、みんなあのやっぱ異国のありがたさをね、みんな肌で感じたと思う。懐かしいこの感じ。確かに懐かしい感じです。懐かしいこの感じ。芝生のここでやるのも懐かしい感じです。懐かしいこの感じ。まあという感じで、フリマ簡単だったんで、今回もねちょっと簡単に成功しちゃいましたんで。本当にフリーマーケットたまんねえぜ。こんなのスイーツも一緒かです。それダメ、俺のやつ。